ロジャー・ウィテッカーは、ケニアのシンガーソングライター。彼の音楽は、イージー・リスニング、または、バラードと呼ばれる。バリトンの声と彼のトレンドマークとなっている口笛で、よく知られている。アメリカでは、1970年のヒット曲、ニュー・ワールド・イン・ザ・モーニングや1975年のヒット曲、ザ・ラスト・フェアウェルが知られ、ザ・ラスト・フェアウェルは、 ビルボードホット100でトップ20圏内まで上昇し、アダルトコンテンポラリーチャートでは1位を記録した。ウィッテッカーの両親はイギリスのスタッフォードシャー出身で食料雑貨店を経営していた。しかし、父親がオートバイ事故に遭ったこともあり、暖かい気候を求めてケニアのティカの近くの農場に引っ越した。ウィッテッカーの祖父は様々なクラブで歌い、父はバイオリンを演奏していた。 ロジャーはギターを演奏するようになった。ケニアでは徴兵制度があるため、ウィッテカーは2年間ケニア軍に属した。1956年に軍を離れ、医者になることを決心した。そして南アフリカ共和国のケープタウン大学に入学したが、18ヶ月後には退学して、教師となった。教師としてのキャリアを促進する目的のため、ウィッテカーは1959年9月に、 イギリスへ渡った。そして3年間、バンガー大学で動物学、生科学、生物海洋学を学び、理学士を授与された。彼は、地元のクラブでは歌を歌い続け、大学などで歌を収録したそのシートを発売した。その後まもなくフォンタナレコードと契約し、プロデビュー後のファーストシングル、ザ・チャージ・オブ・ザ・ライト・ブリゲードを1962年に発表した。 1962年夏、北アイルランドのポートラッシュで公演を行った。そして、1962年6月にセカンドシングル、スチール・メンを発表した。ウィテッカーは1964年の春にナタリー・オブライエンと出会い、同年の8月15日に二人は結婚した。夫婦には五人の子供ができた。1968年、ウィテッカーはフォンタナから、 EMI のコロンビアにレーベルを変更した。そして4枚目となるシングル、ダーラムタウンを1969年に発表し、ウィッテッカーにとって初めてとなる UK トップ20ヒットとなった。アメリカの RCA レコードと契約し、1970年にアップテンポのニューワールド・イン・ザ・モーニングを発表した。この曲はビルボード氏の Easy ーーリスニングチャートで、 トップ20ヒットとなった。ウィテッカーは1972年にスウェーデンの歌手エヴァート・タウベの曲ウェア・ザ・エンジェル・ストレッドをシングルで発表し、北欧で人気を得た。1974年に彼はフィンランドのユーロビジョンソングコンテストに参加した。彼はザ・フィニッシュ・ホイッスラーを歌い、この曲はフィンランド国へ放送の料理番組で使用されたこともあって、 フィンランドで有名になった。1971年のアルバムニューワールドインザモーニングからカットされたシングルザラストフェアウェルを1975年に EMI から発表した。このシングルは彼にとって最大のヒットとなり世界中で1100万枚以上の売り上げを記録した。1979年にウィテカーは曲コールマイネームを書きエレナアキーナンが イギリスのユーロビジョンソングコンテストで歌って決勝まで進出した。また、ウィテッカー自身もこの曲を録音し、シングルはいくつかのヨーロッパ諸国でチャート入りした。1983年には、カントリーミュージックである I Love You Because を発表し、カントリーチャート入りもした。1970年代と1980年代において、ウィテカーはドイツ語で歌って、ドイツで成功を収めた。 ウィッテカーはドイツ語を話すことはできないため、音声学上歌を歌った。彼はドイツとデンマークのテレビに出演し、イギリスのトップ・オブ・ザ・ポップスに10回出演した。1986年には、自伝、ソファー、ソグッド、お妻と共同で執筆した。2006年3月、ウィッテカーは彼の公式サイトで2007年のドイツツアーを最後にし、 その後は時々行うコンサートに制限することを発表した。現在はドイツ語に堪能になったこともあり、2008年11月にはデンマークのテレビにドイツ語でインタビューされた。近年はウィッテカーはアイルランドのゴールウェー県で暮らしている。1976年、ウィッテカーは初めてアメリカ合衆国でツアーを行った。2003年には再び、 ドイツでツアーを行った。2004年の終わりに心臓疾患から復帰した後、2005年にはドイツ、イギリスで5月から7月の間にツアーを行った。ウィッテカーは250以上シルバー、ゴールド、プラチナディスクを獲得している。ベルギーで行われたクノック音楽祭では優勝したイギリスチームの一員であり、個人としてもプレス賞を受賞した。 1988年にはバスカより金馬辞賞を受賞し、1986年にはゴールデンチューニングフォークを獲得した。一部のみ、ありがとうございます。